ビーバー、またビーバー、ちょっと変えてきたビーバー、怖い怖い、やめろ。ということで完全に説明が終わったので、今回もティンバーボーンやっていくとしましょう。何一つ伝わってへんで。それではビーバーによる街づくりやっていくんですが、前回ちょっと作ったんですけどね、また別のマップでスタートすることにします。前回より広いですね。4倍くらい広いマップになってます。そうなんや。もう広くても水がないとどうにもなりませんので、水が豊富にあるあたりで街を作っていくとしましょう。おう。基本的な部分は前回もやったのでかなりカットしますが、周囲の木を切るための施設、その辺に生えてるベリーを採取する施設、農場とか水を汲むポンプを作ったりしてインフラを整えて、ビーバーなんだから川の水直接飲めと言いたい気持ちをぐっとこらえまして、言っちゃってる。あとはいろいろアンロックするための研究施設とか、人口ビーバー校を増やすために家を作ったり、なんやかんや作っていきまして、ある程度発展させました。おお、かなりはしょったな。まだ準備段階なのでね。ふん。町の方も機能性重視で凝った作りにはしてません。へえ、でもなんかすげえ。足場と階段を使って小スペースに収めてる感じですね。なるほど。こっち側は歯車と生産施設です。おお、この辺はあんまり紹介してませんが、動力を足場の上に置いて下を枝をできるようにしてる感じですね。なるほど。水場から離れた不毛の土地を有効利用してますが、逆に水車を使えないのでほぼ人力です。そうか。あ、でもこれは風車。一応こういうのもあるんですが、風が吹かないこともあるので人力メインです。そう。木材をたくさん取れるように森を作ったり、畑を増やして食料生産を増やしたりして、結構余裕のある状態になってます。へえ、食料かなりあるな。これだけあれば干ばつも余裕で乗り切れますね。うん、つうか今干ばつ中。ええ、しかも6日以上と結構長いのが来てます。そう、大丈夫なん？ダムがあるのでしばらくは大丈夫です。対策は万全か。え、もう干上がってへん？干ばつ開始から2日ほどですが、早速水がなくなっちゃいました。マジか、まだ4日くらい残ってるのに。人口が増えてますので消費する水も多くなっちゃってますね。なるほど。食料備蓄は大丈夫ですが、水が心配かな。ああ、少ないかも。まあもちろん対策はありますよ。お、まだ水が残ってる。上流にもダムを作って水を貯めてました。おう。そして水門を開くことで流れてきた。これでなんとか今回の干ばつはしのげるかな。そうやな、結構な量の水がある。なんとか行き渡りましたね。これでどうにか。おう。ならなかったわけですが。え、まだ干上がってる？まだ残り2日、ビーバーが死ぬことはないですが、農作物とかは枯れてしまいますね。今後の食料にダメージが出るんやな。そういうことですね。なかなか厳しい世界です。はい、なんとか干ばつが終わりました。おう、ようやく。飲み水の備蓄がギリギリでしたが、一応大丈夫だったようですね。乗り切れたか。まあ農作物は大半枯れてしまいましたが、食料備蓄はたくさんあるので、今回はなんとかなりました。ふむふむ、なんか一つやたら多いな。ベリーですね、大量に保管してます。倉庫でか。農場から取れる人参とかジャガイモとかを優先して食べるようで、ベリーはやたら余っちゃうんですね。ふん、味とかもあるんかね。そんな感じかな。まあとにかく一応大量に食料あるので当面は大丈夫です。なるほど。とはいえ根本的な干ばつ対策が必要かなということで、こっち側の大きい湖を利用しようかなと。おお、広いけど、これだけの水量があれば干ばつも余裕で乗り切れますね。そうかもしれんけど、これは飲める水ちゃうよな。まあそうですね、その辺もちゃんと対策しますが。そういうことなら。ちなみにこの辺にダムを作ると言っても町から結構離れてますので。まあそうやな。このままでは移動ですごく時間がかかって効率が悪いので、こっち側に新しい町を作って作業してもらうことにします。へえ、そんなんできるんやね。というわけで設置。うん、つうかそこ水の中じゃ。まあビーバーですし。まあそれもそうかな。ただ前の町と道路をつなぐことができないので、中継地というのを作って資源のやり取りをする必要があります。ふむふむ。あとは移住設定をしてと思いましたが、どうやら浸水してると建物が機能しないようです。あ、そこはそうなんや。ビーバーなのに贅沢ですね。まあビーバーであって違う何かやな。仕方ないので足場で高くしてから、その上に地区の中心地を。ああ、それでもいけるんや。
ちゃんと資材運んでますね。よしよし。え、こんな汚水の中を、大丈夫か？まあ大丈夫です。そんならええけど。なんとか足場ができたので、ここに新しい町を作ります。お。それではここに、前の町からビーバーを移住させます。こっちが元の町、こっちが新しい町ですね。ふむふむ、今はまだゼロか。ええ、元の町の、余ってる人を移住させる感じで、これで20人が移住決定です。なるほど。早速来てますね。おう、新天地への希望を胸に、続々と移動してます。まあ、移住先には何もないので、早速作業をやってもらいますが。ああ、ダム作るためやったな。頑張って資材運んでますね。汚水の色がやべえ。ここにダムを作れば、今後水の心配はなくなるので頑張ってください。汚水を貯めても。まあ、さすがにこんなところで作業してると。うわ、やっぱ中毒なっちゃってる。仕方ないので対策をします。ほう。まず、適当な場所に新しい町を作りまして。ふむふむ。そして、中毒になったビーバーをここに移動させます。ふむふむ。移動してきましたね。これで OK です。ここでなんか治療？まあ、治療といえば治療かな。ほう。ここには、ご飯も水もありませんので。え、断食をしてもらって、デトックスみたいな感じで。へえ、そんな治療方法が。で、飢え死にしてる。治療が間に合わなかったようですね。残念です。え、どんどん死んでるけど、これ本当に合ってる？まあ少なくとも、メインの町2つには中毒者いなくなってますね。大丈夫です。それに捨ててるだけやないか。はい、なんとかダムが完成しました。これで今後、水不足に悩むことがないでしょう。まともな水ちゃうけどな。まあそうですね。ちょっと見通しが甘くて、中毒者が続出したので、ちゃんと地上を歩けるようにしました。へえ、水の上に足場を、ちょっとええ感じよな。最初からこうしておけばよかったかな。ちょっとしたミスです。おう。その後は順調に水上に建設進めているんですが。おう、結構。まだ食料も水も、最初の町からの輸送に頼ってます。育てようもないしな。なんとか家だけは作れました。お、これは水没してへんのか。2階建ての家で、入り口が2階についてるので、1階部分が水の中にあっても機能するんですね。へえ、面白いな。全部水没しても動いてくれていいのに。おう、まあしゃあない。こんな感じで、建設は順調ではあるんですが、相変わらず汚水まみれですので。そうやな。原因は、左右にある川から流れ込む汚水です。こんなことになってるのか。なので、これを何とかする必要がありますね。そうやな。まずは、ここの川を防ぎます。と言っても、ただ防ぐだけだと溢れちゃうので。ふむふむ。堤防で中央に来ないように防ぎつつ、こう、汚水が流れる川を作る感じで。なるほど。結構距離がありますね。これはなかなかの大仕事です。まだ中毒に。その辺はさすがに配慮しまして、足場を組んで移動できるようにします。おう。そうそう、アクシオも来ますので、その対策もやっておきます。そうか、あれ来たら全体が。アクシオもこっちの川を通るように流れを作ります。なるほど、かなりの工事やな。ですね、かなり時間かかりそうですが、完成すれば、汚水を分断できるようになることでしょう。おう。完成前にアクシオが来ちゃいましたが、うわ。まあこっち側は、もともと汚水まみれなので平気です。そう。当然ですが、反対側も防がないと意味がないのでこっちもやりつつ。大きなダムが完成しました。おう、街もいろいろ変わってる。時間がかかったので、ついでにいろいろ調整して、こんな感じになりました。かなり発展してるな。汚水は堤防でしっかり防いでます。おう。反対側もしっかりと。ふむふむ。これで、この内部はきれいな水で満たされてます。町の方も結構大きい変更をしまして、もともとあった足場を、さらに重ねて2階の高さにしました。マジか。理由は後で説明するとして、家とかは普通に複数階建てにしたり、水没して、あ、大丈夫か。これは機能停止して、床として使ってますが、え、そうなんか。汚水をガードできるようになったので、水耕農業をやってます。干ばつもないので安定生産です。ほう。この辺もいろいろあるな。水耕で採れる植物はそのままでは食べられないので、この辺で加工したりしてます。なるほど。その奥は食料を保存する倉庫ですね。まだあんまり在庫はないですが。これも、4階建てか。生産はこれからですね。ふむふむ。という感じで、ダムの中に高さを上げて町を作った理由ですが。ん、ああ、干ばつ対策。
そういうことです。干ばつ期間がさらに長くなってしまいまして。え、8日も。こっちの大きい湖でも結構ギリギリ。上流の町の方は完全に干上がっちゃうんですね。なるほど。そこで、堤防の高さを2段にして、ふむふむ。こっちにある水門を上げることで、お。ダムの内側に大量の水を貯めることができるようになるんですね。あ、だから2階の高さにしたのか。そういうことです。はい、ダムの中に大量の水が溜まりました。おう、かなりの水量。前に作った1階部分は水没してますね。へえ、こんな感じに。そして、この水の高さがあると、最初の町の川とつながるわけですね。川と同じ高さまで水が来てるんやな。ええ、多少の干ばつ程度なら余裕で乗り切ることができます。なるほど。今回は5日と短めではありましたが、干ばつから4日以上経っても、水は余裕で保ってますね。おう。上流のバックアップダムの水も使わずに済んでます。かなり余裕できてるな。まだまだ水量に余裕あるので、8日くらい来ても大丈夫でしょう。うまくいってるな。まあちょっとした失敗もありまして。ん？この辺の水耕農業は、水深が高すぎると逆に育たないんですね。全部うまくはいかんか。まあでも食料はかなり余裕あるな。ですね、なんとかなってます。あとは悪潮を防ぐことができれば完璧ですね。あ、その問題か。悪潮としては長めの3日ほどの期間です。これは厳しいな。上流は農作物とかは壊滅しちゃいますね。そうやな。備蓄は十分にあるのでしばらくは大丈夫ですが、今後にダメージは出るな。ですね、被害をできるだけ抑えるためにも、ここの水門で防いで下流の町だけはしっかり守れとしましょう。そういや悪潮対策やったな。完成した。ええ、まずは汚水の川につながる水門を開いて、そしてダムへ向かう水門を閉じれば、お、これでダムへ行かずに川の方に流れるはずです。なるほど。さあ汚水来ましたが、ちゃんと流れてるみたいやな。そうですね、想定した通りに流れてるようです。ダムの内側も無事ですね。オッケー。おう。そしてちゃんと川を流れていってますね。うまくいってるみたいやな。水量多くて陸にはみ出してますが、ダムの内側は無事ですね。ふむふむ。これで下流の町だけは守ることができます。上流はしゃあないのか。一応汚水に浸からずに水の上を移動できるように足場を作ってますので、農作物以外は大丈夫です。そうか、対策してるんやな。あとは悪潮が去るまでのんびりと。おう。あら、ん、幸福度15を達成しちゃいました。なんかアンロックされてる。違う種族ですね。幸福度15でアンロックするので、次の動画とかでいろいろ頑張って15を目指すみたいなことを考えてましたが、なんか達成できちゃいました。そうか。まあ一応いろいろな種類の食べ物を用意したりしてましたけど、最後の決め手は汚水ですかね。大好きなんですね。そういうことなん。今回の町づくりは完全に成功しましたね。まあそうかもな。オープニングの説明通りにうまくいきましたね。そこは理解できてへんけど。つうかこの辺なんか警告出て変だなと思ってましたが、汚水で洪水起きてる。ちょっと水の勢い強かったのかな。ちゃんと流れてたのに。こっち側は問題なさそうですが、どっかで詰まってるのか。まあよくわかりませんが、なんとか悪潮を乗り切りまして。乗り切れてるか。これ乗り切ってますね。ちゃんと見ろ、ダムに侵入してる。でも幸福度18にまで到達してますよ。ほう、完全にうまくいきました。そうかな。いやー、うまくいきすぎましたね。え、体調不良59人。はい、ということでダムの中に町を作ればいろいろ解決できるということでやってみたわけですが、完全に計画通りに進みましたね。大量の中毒者が出てるけど、まあそれはいいとして、おい、町は非常に発展してますし、ここだけな。この辺とか海底に農場を作ったりして、お、ダムの高さを上げてる時も問題なく生産できるのでね。ほう、今後も安定して運営できることでしょう。最初の町の方も汚水のダメージから回復してますし、多少枯れてますが、まあオッケー。そう、まあちょっと中毒者が大量に出ちゃいましたが、うわ、こちらでのんびりと治療してもらってね。元気になってもらうとしましょう。本当に治るのか。少なくとも町には中毒者がいなくなります。え、やっぱそういうこと。ま、そんな感じでいい感じの町が作れたし、終わるとしましょう。見捨ててる。最後までご視聴ありがとうございました。